異国の地でも高い関心が継がれている。男子バレーボールのネーションズリーグ VNL 予選ラウンド第3週は現地6月18日からフィリピン・マニラを舞台に熱戦の火蓋が切られる。前週の福岡大会を戦い終えた日本代表、世界ランク3位はカナダ代表、同9位と初戦で激突する。すでに両国ともパリ切符を掴んでおり、 ボリン本大会に向けた重要な試金石の一戦となる。ほと、日本代表に欠かせない存在、キャプテン石川雄貴の厳選ショット。大会通算6勝2敗と好調をキープしたまま、予選ラウンド最終戦の地に乗り込んだ日本。パリ五輪の前哨戦に位置づけているチームにとって、今大会は代表生き残りをかけた先行サバイバルの場でもある。補欠を含めた18人から、 オリンピックの代表登録メンバーを12人に絞るため目の前の相手を倒すことはもちろん、代表入りへ実力をアピールすることも重要である。現地17日にはフィリップ・ブラン監督とキャプテンを務める石川祐希が前日会見に出席し、今ラウンドの意気込みを語った。昨年の VNL 予選、第3週の開催地であったフィリピンは、日本代表に対しての熱狂ぶりが大きな話題となった。 石川や高橋愛ら人気選手をはじめ、他の選手を一目見ようと女性ファンが殺到し、通路を通る彼らに向けて黄色い声援や無数のスマートフォンが向けられるほど、日本国内と変わらない異常な加熱ぶりに海外メディアが驚愕するほど、日本チームへの期待と人気は非常に高い。それを裏付けるかのように、地元メディアは日本男子バレーに熱い視線を注いでいる。フィリピン国内の政治経済やスポーツなど、 あらゆる分野のニュースを日夜発信しているポータルメディア、インクワイアードットネットによると、前日会見に登壇した石川は、フィリピンのファンの前でプレーできることに興奮しています。またここに来ることができて、本当に嬉しいです。自分たちの最高のバレーボールを見せるためにベストを尽くし、皆さんの前でプレーするのが楽しみでなりませんと話し、マニラ大会の開幕が待ち遠しい様子だった。 日本の大黒柱は続けてこの2年間プレーしてきて、僕たちはうまくいっていると思う。予選ラウンドの後、VNL、決勝とオリンピックがあるので今週の試合はとても重要になる、とチームの雰囲気を伝えながら、五輪本番に向けて大切な4試合になると言葉に力を込めた。